こんにちは、平畑フットボールクラブでございます。さあ、この時間はですね、J2 の第30節、終わっておりますんで、そちらを振り返っていこうかなと思っておりますけども、今回もですねエルゴラプラスの、お力もお借りしましてですねお伝えしていこうかなと思っておりますが、エルゴラプラスは何やねんという感じで気になる方はですね、概要欄から辿っていただいて、ご覧いただきたいなと思っております。それでは行きましょう。早速用意スタート。よいしょ。さあそれでは、30節終わっておりますので、一覧ご覧ください。どうぞ。さあこんな感じで、行われておりまして、まあなかなか熱い試合とか、まあ結構天候、に左右されたゲーム等々もありましたが、そのあたり振り返って上から振り返っていきたいと思います。まず一番上ですけども、ひろちゃん大好き北関東ダービーでございますね。栃木と水戸ですが、今回は0対0で、ゲームの方は終わっております。やはりこう栃木がここ最近のこの好調度といいますか、水戸、栃木のこの守備のやり方みたいなことの充実ぶりが、出てたかなという感じがして、まあ前半とか見てても水戸が攻めているようでシュートまでいけないというような、そんなシーンもありつつ、栃木の非常に集中した守備で、栃木は本当にこう守備だけじゃなくて、こううまくこうつなぐようなシーンも増えてきたかなという感じがしますが、その中で栃木 SC の、西矢勇輝選手のハードワークぶりはもうえぐいっすね。もう本当にもう燃料もなくなるまでも走り続けるというか、もう素晴らしいパフォーマンスだったなという感じがしましたが、ゲームの方は0対0、栃木の方はこれで4戦負けなしということになっております。あの栃木のゲームの実況のあの篠田和幸アナのあの声いいっすね。なんか栃木の試合見てるなっていう、感じがいたしました。さあ、千葉と愛媛ですが、こちらの方は1対0で、千葉が勝利しておりまして、これが、3戦ぶりの勝利ということになっております。千葉やっぱあの守備固いですね。ほんでこのボランチの熊谷アンドリュー選手と田口選手、ここは強いっすね。で愛媛前節あの大宮戦が3対3で結構オープンなゲームな、感じだったと思うんですけど、その感覚でいくと本当にパスが入らないというか中に差し込めないという印象、あの愛媛の選手は感じたんじゃないかなという、そういう感じもいたしました。まあこう複数人が絡んでの崩し、まあ、オンゴールはオンゴールだったんですけど、非常にこう複数人が絡んで、コンビネーションで崩していくというようなところも千葉に見られたと、いうことになります。愛媛の方はこれで4戦勝利がないと、いうことになっております。甲府大宮、こちらは1対0で甲府が勝利しておりまして、ウィリアン・ディラ選手がまあ PK でゴールしたんですけども、これで3戦連発、ウィリアン・ディラ選手も非常にこうチームにもフィットしてますし、ここ最近まあメンバー同じようなメンバーで甲府戦うんですけども、右に荒木選手、左に菅井選手というところで、まあ、今までこう甲府といいますとサイドからの崩しみたいなところの魅力ありましたが、今ではこのちょっと中に入っていく時のこう複数人が絡んでのコンビネーションというのは結構なんか何か起こるんじゃないかなっていう、すごい雰囲気を漂わせる、面白さがあります。甲府の方は3連勝、そしてこの3試合ともに無失点と、いうことになっております。大宮の方は、これが4戦ぶりの敗戦ということになっております。さあ山形京都、これまあ注目の、対戦でしたけども、ゲームの方は、0対2で、京都が勝利しております。前半から非常にテンション高い、なんかどちらもその相手の、良さを消すというよりも自分たちの良さを出すという、感じが非常に見られたゲームかなという感じがいたしまして、まあ、そのテンションの高さ、そして山形の方はビニシウス・アラウジョ選手のやっぱりあのコンディション結構上がってるかなというところでは、まあ立ち上がりからビニシウス・アラウジョ選手がまあチャンスを前半迎えて、そこをバイス選手がカットするみたいな、結構エキサイティングなシーンもありましたが、まあ僕はこの京都ではここ最近ではこの選手の活躍にもあって、このエルゴラプラスの表紙なんですけども、いい顔してますね。宮吉選手、先制ゴールを決めました宮吉選手、この選手がまたここ最近ではスタメンで、プレーしてますけども、この選手がまた点取りますしね、
非常に本当こう絵になる顔っていうんですかね、濃い顔というかいい顔してますね。これで京都が、まあ、やっぱり決めるところはやっぱ決めるっていうのは大きいですね。あとは三沢選手も決めまして、京都が0対2で勝利して、京都は3戦負けなしの2連勝、そして山形の方は逆にこれ2連敗ということになりましたが、このボール支配率見ても山形 58%、 京都 42% ということで、これもなんかどちらも戦い方が見えてるかな。でこういうぐらいのこのポゼッション率の時が京都がまた勝つのかなという、そんな感じもいたしました。さあ町田長崎、これがすごいゲームでしたけども、ゲームの方は3対3ということで、引き分けに終わっております。4位と7位、町田が4位、長崎が7位、そしてどちらも勝ち点が51という中でのゲームでした。ゲームが始まってパッとこう、会話せざる選手が前線にボールを送った、カメラ引いた、あっと思ったらこう町田陣のところにかなりこう水たまりがありまして、そこでボールが止まる、そこから、まあ、どちらもどっちのボールになるかなというところで最終的につないだのは長崎で、エジガルジュニオ選手がゴールをもう1分というか10秒でしたね。早かったな。でやっぱりまあ、水がところどころ浮くような、そんな、ピッチ状態ではありましたが、やっぱそんな中でもエジガルジュニオ選手のその技術力の高さっていうのが、その雨というかそういうピッチだからこそ、逆にこう際立ったなという感じがいたしました。で、長崎の方がやっぱりこう、長崎の方がこういうピッチではなんか長崎の良さが出やすいのかなという感じもいたしました。で1対3まで行くんですけど、あこのままも長崎行っちゃうかなという感じがいたしましたが、町田、ここ最近の町田の良さで言いますと、ワンタッチパスのコンビネーションで相手を崩していくというようなシーンが多いんですが、やはりそれは出づらいピッチではありましたが、ポポビッチ監督を含めやっぱり町田の戦い方、システムを変えたり人を変えたり、なんか手を変え品を変えしながら、なんとか勝つ方法をなんとか探っていくという、その町田の戦い方っていうのは、ここはちょっと見事だったなと。いつも通りのコンビネーションが出なくてもなんとか追いつく策を探っていく、その町田の戦い方が非常に見事で、その中で太田選手途中投入されました。太田選手が2ゴールあって、町田が追いつくという、非常にこうなんていうかもう最後まで分からない、この勝ち点51同士の対決というのは本当に激しいところもありましたし、見どころたっぷりだったなという感じが、いたしました。さあ岩田と岡山ですけども、こちらの方は1対1で終わっております。まあ、岩田のやっぱりここ最近の充実度に対して、やっぱりこの岡山の組織的な戦いというのがこの岩田にもしっかりと通用する部分は出てたかなという感じがいたしました。まあ、ルキアン選手のゴールが決まって、まあ、ルキアン選手はこれで今シーズン17ゴール目ということになったわけですけども、岡山の方もしっかりと戦って、まあ、オウンゴールではありましたけども、1対1で追いつくということになって、岡山しっかり戦えてるな。まあ、中断明け、岡山の方はこの最近だけ見ると4戦勝利なしという捉え方もできるんですけど、岡山の方は中断明けこれで2勝4分け1敗というところではしっかりと戦えてるなという感じがいたしております。さあ琉球群馬、まあ、琉球群馬なんですけども、こちらは0対1で、ザスパ草津群馬が、勝利しております。まあ、ポゼッション率は琉球 67%、 群馬 33% という中での戦いでしたが、で琉球の方は、金井選手をセンターバックに持ってきて、上原真紀人選手を右サイドバックに持っていくというところでしたが、やっぱり群馬が、まあ、2連敗という中でこのゲームを迎えたんですけども、粘り強く戦って、少ないチャンスを生かすというところで、これ群馬にとってはすごい価値ある、意味のある勝利になったかなというところで、このエルゴラッソの方にもこの会心の、宇野ゼロということが、出ておりますけども、青木選手が決めまして、
これ群馬にとって大きな勝利になったんじゃないかなと、逆に琉球はこれで3連敗と、いうことになっておりまして、ここは琉球本当に正念場を迎えてるなという感じがいたしております。さあこれ日が変わって、秋田北九州ですね、こちらの方は1対1ということで、ゲームは終了しております。まあ秋田は秋田らしい戦い、まあ秋田らしい戦いで、早いな、そうかすいません早いなって見とけよっていう話ですけど、アディショナルタイムいただきます。まあ秋田らしい戦いなんですけど、まあずっとですけどね、秋田のやっぱ右サイドの沖野選手、本当にいいクロスも上げます。こう抜き切らずにクロスもありますし、右サイドえぐってのクロスもありますし、非常にいいなという感じもいたしておりますが、北九州これで、まあ引き分けなんですけど、これで6戦負けなしというところで、本当に北九州は、もうしっかりと、粘りの戦いがここ最近できてるんじゃないかな、まあ1対1でゲームが推移して、終盤はギラバンツ北九州の方は、まあ 5-4-1 というような形にするんですけども、もちろん勝ち点3も大事なんですけども、しっかりと積み上げていくというところで、現実的に勝ち点1をしっかりと取る戦いも、できてるのかなと、北九州にとってはこの勝ち点1も非常に大事なのかなという感じがいたしております。さあ相模原山口、これが2対0で、相模原が、勝利するわけですけども、相模原本当にいい戦いというか、しっかりとした戦いができてるなという感じがいたしております。非常にこの攻守にメリハリがあっても、行くところともうそこはちょっと行かずにしっかりとこう構えるところ、このメリハリがまあ見事だなという感じがいたしております。まあ平松選手がゴールを決めて、藤本純吾選手が PK を決めてというところで、まあ両チームのまあ若いボランチ、まあ相模原は鳴岡選手、山口では田中渡選手、これどっちもうまいっすね、まあ見てて楽しいということになるわけですけども、この勝利でなんと残留権浮上という、エルゴラプラスからもう出ておりますけども、なんと、18位まで持っていったという非常に大きな、勝利になったなという感じがいたします。まあ、後半は山口もかなりボールを動かせて、多分ね渡辺監督と山口 FC は多分後半のああいう戦いを前半からしたかったのかなという、感じがいたしましたが、相模原勝利してこれで4戦負けなし、22位から18位ということになっております。さあヴェルディと新潟ですけども、これが1対3で、新潟が勝利しまして、これもエルゴラプラスちょっと見ていただきましょうかね、こちらよいしょ、こちらかな、この希望の3発、これね僕は新潟にとってはすんごく大きな勝利になったんじゃないかなという感じがしました。というのもスタメンの、右サイドですね、水戸選手がスタメンに出てきたんですけど、この水戸選手のプレーぶりっていうのが、もちろんその新潟っていうのはその組織的に、戦う良さ、ポジション取って戦いましょうっていう戦い方の良さあるんですけど、水戸選手のそのアグレッシブさ、どんどんその自分からゴールに向かっていくというその姿勢が、なんか新潟にこのもう一度この前向きに戦うという、姿勢を取り戻させたんじゃないかなという、感じがすんごく、いたしまして、そのなんか、まあ、組織的な部分もいいんですけども、そのパッションの部分、そこがすごくこのゲームは出たかなという感じで、これは本当に新潟にとっては、新潟ここ3戦勝利がなくて、これが4戦ぶりの勝利になるんですけども、非常に大きな、勝利になったかなという感じがいたしました。ヴェルディはやっとホームに帰ってきて前節勝利してというところでしたが、このゲームで敗れて、ゲームの方は1対3で、終わっております。そして、新潟なんですけども、次節ホームで甲府とのゲーム、これね
非常に面白くなると思いますので、またあのプレビューの方もご覧いただきたいなと思っております。さあ、そしてラストですけども、これね、もう僕はもう見終わった後もう本当に体からだいぶ疲労度がドッと出たという感じでしたけども、金沢松本ゲームの方は1対1で、ゲームの方は終わっております。金沢19位、松本21位で、まあ、前節ね終了時点そういう順位でしたけれども、まあやっぱどちらもやっぱりこう失点はしたくないという中での、まあ、スタートということになりましたが、まあ、前半0-0で後半、丹羽選手、まあ、あの僕はダイレクトであのクロスを上げたあの大石選手の見事なプレーと、そしてそのワンタッチでゴールを決めた丹羽選手のプレーは見事だったなという感じがしましたけども、これ1点金沢先制します。71分に下川選手が退場します。松本1人少なくなります。で1対0でゲームが推移します。金沢メンバー変えていきますという中でフリーキックが松本に与えられます。アディショナルタイムでセルジーニョ選手から途中出場の榎本選手がゴールを決めて1対1、こう1人少ない松本が追いつく。でこれもすごい劇的だったんですけど、その後アディショナルタイムにその追いつかれた後に今度は金沢が、杉浦恭平選手の右サイドからのクロスがあって、広い選手がディフェンスラインから広い選手が上がってヘディングシュート、それが見事なヘディングシュートだったんですけどポストに当たるという。でその後また今度はセルジーニョ選手のヘディングシュート、これをキーパーセーブという、なんかもう本当最後の最後でなんかもう劇的というか、もう金沢にとってはこれはもう勝って終わりたかったゲームですし、松本にとってはこの追いつけたことを、一人少ない中で追いつけたことをこれは生かさないといけないなという感じもいたしましたし、何とも言えない、なんかゲーム終わった後も何とも言えない空気が流れたなという感じがいたしました。金沢の方はこれで12戦勝利がない、だから勝利がない、本当にゲームの中でいいシーンとか金沢らしいシーンは多いんですけど、結果的には12戦勝利がないというところ、そして松本は6戦勝利がないということになっておりますが、なんとか、この引き分けをいい方向に持っていきたい。だから次節、北九州とのゲームなんですが、これ次節大事なゲームになるんじゃないかなという感じがいたしております。さあ、それでは順位表ご覧いただきたいと思いますが、まずは上の方ですね。京都が勝利して、ジュビロが引き分けというところで、首位が京都、2位がジュビロ磐田ということになっておりますが、まあ、勝ち点の差は1、そして勝利数は並んでいるということになります。そして、まあ、勝ち点51という、グループが前節終了時ありましたが、それがまあちょっと今節はばらけまして、勝利した新潟甲府が54で、これがまあ昇格圏の2位に向けては勝ち点の差が9というところですが、次節新潟と甲府のゲームということで、これ熱いなということになっております。で、下位の方に目を移しますと、相模原が勝利いたしまして、前節終了時22位だったんですけども、ぐんと順位を上げまして、18位ということになっておりますが、まあ最下位ですね、22位の愛媛から、14位栃木まで、だからこれ14、15、16、17、18、19、20、21、22、この9チームで勝ち点の差が、7の間に9チームがいるという、これはまだまだわからないんじゃないかなという感じがいたしますが、ちょっとこの特に下位の部分ではちょっと順位にも動きがあったかなというところもありました。 J2 の第30節振り返ってみました。失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。